ドレスのまま帰ってきちゃいました。結構思った。シンデレラやな。シンデレラだから12時までなんですけど。うまいこと言った、ね、今日の分かってね。分かる。え、食べないの。犬じゃないんだけど捕まらない。卒業公演ありがとうございました。かわいい。なんかフランクすぎ。よかったよ。ありがとう。じゃあ今日の、うん、今日皆さん気になると思うのでメンバー紹介をとりあえず。あ、トワありがとうございます。ありがとう。まみまみさんありがとう。ありがとうございます。ちょっとまた腕させてください。見てる人いるよ今のショールーム。嘘ですよ。星投げてる。あそこにいた。星投げして。今あれなくなった。星なくなったんで。あ、そうだよ。え、スーパースターってまだありますか。スーパースターって何。なんかスーパースターってなかったっけ。あのさ、レインボースター。あ、レインボースターあるよ。やばー。ある。うん、虹色の。よいしょ。あ、ありがとう。トゴさん、トワーありがとうございます。ありがとうございます。またお礼させて。ブルスで配信は激アツだね。スノマジルさん、タワーありがとうございます。またお礼させてください。大丈夫、今日が最後じゃないのでちょっといろいろいろんな人がいるんですけど。あ、そう、メンバー紹介をさせていただきます。まず、つつしゆなさん。やめてやめて、いいから別に。しばゆなこさん、イエーイ。自分で盛り上げなきゃいけない。この方式地獄のシステム。自分で言うんだ。そして、聖司玲奈さん、イエーイ。レイニャーが出ないよ。間違えて盛り上げちゃった今。レイニャーがね、全部手伝ってくれた夢の帰り、ありがとう。はい、そして草壁アイニャーさん、はじけた。きます。草壁アイニャーさん以上です。嘘つくなよ。バーカ嘘つきました。バーカ嘘つきました。え、なんか今日もんなくない。今日もんないよ。はい、あてつゆさん、たまありがとうございます。またお礼させてください。ありがとうございます。はい、そして、じゃ あ誰から行こうかな。あ、たまありがとうございます。どうもありがとう。じゃあ渡辺あかりちゃん、やった。あかり、あ、夢あかりだった今。そうだよ、夢あかり。渡辺あかりちゃん、あとババさやかちゃん。聞こえたかな。さやか、かわいい。あ、さやかだ。あと地元も。地元も。地元も、なんか、の名前つけとこう。ゆっちゃんです。ゆっちゃん、ゆっちゃんです。間違いではない。あと、お一人、刺身。え、刺身、刺身っていう友達がいて、そう、本名はちょっともう忘れました。やばい。あ、あとともこさん。ちょっとさ、え、聞こえた今。聞こえた。仲良くなってるっぽいよ。あ、聞こえた。ともこさん、初出演かも今の声。え、名前は初公開。うん、あのね、めっちゃ仮名で結構通してるの。よく言われる。よく言われるよね。知らないから。本日は以上のメンバーでお送りします。え、なんかさ、 MC みたいにじゃん。本日は以上のメンバーでお送りします。続いてはイントの登場です。どうぞ。やばい、夢もう終わったんだってば。そうだよ、最後の公演。え、あかりがショールーム見てる。夢の見てるよ。ありがとう。私見てるよ。やばい、スクショタイムしてる。私 SNS やってる。現役唯一の。みんなスクショタイムして。え、私じゃあリアルスクショタイム。あ、いいね。いいね。いいね。待って、えなこのさ、えなこのスマホケース見せていい。え、見て。えなこのスマホケースです。かわいい。夢のファン。
え、しかもね、ゆなね、もっとあげてる。え、それ一番欲しい。え、いいよ。え、あれもらってないの、アイニャ。アイニャが一番欲しいって言ってくれたのに。そうだよ。じゃあゆなこ後であげるから、それあげてあげて。待って、直バレしてんの誰だっけ。さやか、さやかのスマホ貸して。さやかのスマホ貸して。あ、そっか、でも鏡なのか。ダメだ。鏡のスマホだから、マスキングテープで貼って、そう、マスキングテープで言うのトレカをバダって貼ってある。これ見せて。よかった。 ありがとう。さやかのスマホはこんな感じになってます。ね、雑すぎ。画質いいの、画質いいの。確かに。え、しかもね、夢かわりやばい。夢んちで頑張ってマスキングテープ勝手に探した。おもろい、ありがとう。アルバム見ていい？え、見たい。もちろん。え？夢見てないのにまだ。ありがとう、たまゆちゃん、ありがとうございます。また後日読ませてください。そうなんです、今日はなんでこんなにあの緊急で配信したかっていうと、あの、そう、あのね、虚勢体感を命じられたので、あのドレスを着てね配信したくて、だからお家で配信しようと思って持ってきました。お邪魔します。マジ可愛いね。ありがとう。ネックレス、そうだ、ネックレスがないからだ。めっちゃ胸元寂しいの。可愛い、それ。ありがとう。衣装さんがすっごい頑張ってくださって。つけれる？可愛い。つけれるかな。あ、来た。来た。一発。かわいい。それめっちゃ可愛いと思ってた。ねえ、これ、うん、一番後ろから見てもめっちゃキラキラだった。え、嬉しい。衣装さんが探してくださいました。かわいい。素敵。やばい。さやかがぼーっとしてる。え、さやかが今日さ、え、さやかが来た方法紹介していい？さやかね、福岡から飛行機で飛んできてくれたの。びっくりしてるやん。あかり、あかりも、あかりの生き方も紹介していい？いいよ。アイナの生き方も紹介していい？いいよ。アイナとあかりは夢が紹介してお友達になって今日新幹線で一緒に来てくれました。一緒に来ました。もうマブダチ。おもろい。多分夢より頻度高い、合ってる2人が。夢ちゃんの話してよ。ありがとう。え、そんな、ありがとう。で、あの地元ものゆっちゃんは関西に住んでるんですけど、さやかは九州に住んでるじゃないですか。で、地元ものゆっちゃんがこれ、この片揚げポテトな、待って、タワーありがとう。 M.D. さんありがとう。また読ませてください。ありがとうございます。で、そう、関西大醤油のポテチを持ってきてくれたんですよ。ポテチ大好きだから。そしたらさやかがね、片揚げポテト、すいません、ありがとう。そしたらさやかが急になんかね、めっちゃ寝起きだったのに、おはようって感じだったのに、これを見た瞬間に、え、待って待って待って、やばいやばいって言い出して、何かと思ったらさやか九州バージョンの片揚げポテト買ってきてくれてて、コンビニ限定サイズ。ね、待って、ドレスでさ、ドレスでさ、ポテチ持ってる人初めてじゃない？さすがに初めてじゃない？ちょっと。おもろい。スクショしといて。え、なんかいいね、色合ってんじゃん。ポジティブ。かわいい。え、なんかリアルスクショ対応してくれて。あ、めっちゃいいよ。おもろすぎ。いや、色一緒やん。ありがとう。本当に嬉しい。ピンクだし、あ、ね、ありがとう。可愛いね。ちょっとでも今日時間が足りなすぎるので、また姫だよ。ありがとう。ただこのツインテール自分で作れないから、今日は緊急でやってみたんですけど、また改めてしたいな。やっぱショールーム久しぶり。ありがとう、たまくにさん、ありがとうございます。またまた、あの、読ませてください。ありがとうございます。かわいい。やばい、各所でいろんな会話が起こってる。今、今ママとゆな子が喋ってる。一発目さ、スルメの写真でいいかなって言ったらさ、当たり前、うん、え、それじゃないと思って言われた。当たり前じゃない、うん、当たり前じゃないよ。そうだよね、一発目ではない。だってこれでつぶやくことしてた、一発目。ねえ、スルメ寂しいよだけ。本当にさ、許さないよ。スピーチの夢の返して、会えないなかったらそれで投稿許さないよ。あぶね、夢悲しいよ。スルメって何ですか？4人の夢にゃにゃのコンビ名。おお、そう、噛めば噛むほど味が、あの成人式で、そう、同い年なんだけど、夢たち成人式で、何何世代ですかみたいな、世代の名前作るとしたら何ですかみたいな、あじゃない、あれでスルメ世代ですみたいな。おお、噛めば噛むほど、そう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 、つぶがいと一緒だ。そう、そういうこと、つぶがいと一緒。しかもさ、これさ、スルメ撮ったのさ、
私の前に言ってた人が言って大先輩、そうなのよ。あったね、峰岸さんが成人式の時に言ってたことを私思いついちゃって言っちゃったの。あ、違う違う、覚えて、知ってたわけじゃないよ、後からしたんだよね。うん、そうなんか NGT さ、めっちゃいろんなコンビ名あってさ、うん、びっくりしたけど、そうなの、ありがとう。え、どんなことした？大好き、たまありがとう、たまひろさんありがとう、待って、これがスクショした、ありがとうございます。つぶがいアイニャの好物やん、はずいはずいね、バレてる。だから今日初めてつぶがい食べた。そう、つぶがい今日、あ、今日お寿司屋さん行ったの。そう、新潟だからさ。えー、かわいい、めっちゃ案内してもらって。えー、かわいい、あとで聞かせて話。いいよ。でも一番面白いのが、本当にね、本当にあの今話してるのが地元元 HKT さんのこと、刺身本当に何の会仲良し、だから本当に面白い。えるいともだよ、だってゆめってめっちゃ友達多いじゃん。うん、ありがとう。今すぐ友達になって、今もたくさん NGT の友達できた。できた、よかったね。私も友達になった。レイヤちゃんと友達になった。よかったね。みんなと友達になった。よかったよかった、よかった。連呼化した、連交換した、しときな、あ、連交換する、しときな。じゃあ QR 掲げるね。みんな誰かしてる、フリーさない。いいよ、夢が後で配るから。ありがとう。うん、何回夢たんを囲む回です。だって謎面だよね。いや本当に。これで、ね、共存してるのも本当に面白くないですか。みんな全然何の違和感もなく共存してくれてる。そう、何いるんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8 人いらっしゃいます。食べることも別に楽しみじゃなくて、別に生きるために食べてるけど、生きるために食べてるけど、食べること。今日は全員でお泊まり会です。どうでしたか、活業公演。そういえば、え、ありがとう。ね、あかりがさ、ね、前座から泣いてくれてたらしくさ、全然よかった。え、もう泣けた。マスクの中びっちょびちょ。ね、ありがとう。あかりが泣くのが一番面白いよ。なんでおもろいって。イントロで冒険してたもん。ね、やばい。なんでファーストラビット好きって言ってたの知ってたの。ありがとう。そう、ゆめ、なんかあかり、ゆめがファーストラビット好きってことを知っててくれて、そう、なんかで、なんかで話してたよ、その話、その話してたよね。でもね、オーディションで歌ったのも、あ、そうだ、オーディションで歌ってたでしょ。オーディションの時聞いてたね、はずい。え、刺身踊ってたんでしょ。ね、やめなよ。同じ組だった。え、刺身有名だよ、その話。ねえ、マジでやめてよ。界隈で言う。界隈で言う。うちの界隈で。刺身、あの、エントリーの方が近かったよね。うん、え、そう。33と34だから刺身ラーメン。そうだよ、だから刺身ラーメン。そうだ。だってさ、なんだっけ、白身みっちゃん。恥ずかしい。恥ずかしい。最後だから掘り返していいでしょ。え、うちの後ろがハーサだった。うん。あ、そうだ、あの、夢。うんうん、そうだそうだ。うん。いや、めっちゃ一番の話をしそうになっちゃった。え、選曲よかった、ありがとう。マジでよかった。宇宙人めっちゃ好き。え、本当に。振り付けが本当にアイドルすぎてさ、うん、最後に絶対リアルべきだった。ナイス、ありがとう。今さ、レナがさ、喋ってる声聞こえるけどどこにもいないって思ったら寝転んでた。私だけだわ寝てるの、ね、だってレナさ、聞いてユナコの実家に行ったことがあるんだけど、もう本当にありました、もうすいませんみたいな感じで入ってくじゃない。家着いて10秒でソファーに転がってくる。本当に怖いこの子。おもろ、ゆなこがお尻に乗って、あ、ほんと、ゆなこも寝てる。えー、ラストが息をする、ここで鳥肌立った、ありがとう。いや、あれいいよ、あの曲めっちゃ好き。えー、ありがとう。1回だともったいない、ね、わかる。立ち位置全部ゆめちゃん弾いた。え、そうなんです、ね、そうだわ。なに、立ち位置全部ゆめが考えた。え、待って、違う、立ち位置フォー、なんていうんだっけ、フォーメーション、あ、歌割りだ、歌割り。めっちゃ嘘つこうとしてんのかと思った。めっちゃ嘘ついたね、めっちゃごめんなさい。でも本当にダンスの先生がやばいぐらい頑張ってくださって、私がもうすごかった、ありえない歌割りを送ったんですよ。立ち位置公開したい、キャラとかじゃなくて、そう、歌割りで、僕なんて邪魔勢なの、移動がもうすごいことになってて、でももう本当にメンバーも本当にすごくて、だから1番とラスサビの振り付け一緒なのに、なんか上下も違うとか、あるね、本当に、てか番号がそもそも違うし、カノンも違うし、マジですごい、
右手マイク左手マイクも違うし、4時間ぐらいで終わった。メンバーとなんかダンスの先生のおかげ、私本当にもやばい歌割りを作って、なんかここは1期生、ここは3期生、ここは2期生、ドロさんみたいな、もうめっちゃ細かく、なんかもう対比とかありえない歌割りを、うんうん、こっちは混ぜね、そうこんな感じ、本当にできたら大丈夫ですねって言ったらもう全部叶えてくれて、やばい、やすてき、どういたしまして、あと夢中人のフォーメーションもめっちゃ考えました。あ、その話はまたお用意してます。長くなるので、私フォーメーションオタクなので。いや、わかんの。フォーメーションオタク新目中だからさ。新目中？新目中。新目中。新目中。あ、新目中？わかる。夢中人の夢、新目こだわったのわかった？あのね、え、あのさ、身長とか。え、あと私さ、あの最後の曲もこだわったっしょ。うん、めっちゃ息をする心。あのさ、周り囲まれてさ。のめっちゃ見て、あ、絶対考えてる、嬉しい、分かってくれる人がいるって幸せ、かわいい、ありがとう、みんな嬉しいこと言ってくれて、なんか映ってる、あ、なんか映ってると思ったら片揚げポテトだった、片揚げポテチ、片揚げポテト、片揚げポテト、よくし来らなかった、本当にもうなんかもう、うん、マリナさんがめっちゃ避けてくださって、先輩なのに気を使わせてしまって本当に申し訳ない。え、みんな泣いた？だから棒泣きだって。え、泣いたよ。え、地元も泣いてる。マジでアストラビットから泣いてる。やばすぎ、ありがとう、めっちゃ泣いたよね、ありがとう。でもなんか、そう、なんか4連番してくれてたんだけど、あかりとさやかと地元もと刺身で、なんか楽屋でざわついてて、え、あの可愛い子たち誰って、めっちゃざわついてて、嬉しい、めっちゃみんなに惹かれたもん、アイドルって距離近いと恥ずかしいなってめっちゃ思った、ほんと座ってみて、うん、緊張しちゃった、ありがとう。でもね、そう、マッシーがさ、マッシーがめっちゃ泣いてきた、あ、そうだったの、やばいねってうちらに言ってきた、マッシー話しかけたと、やばいね、話しかけてきた、やばい、だから頑張ってとか面白い、夢がね、そうペンライト対応したり、トレカ対応したり、しかも私 HKT さんのコンサート見に行かせていただいた時にいただいたペンライトをあかりとさやかに貸した、私キタリアさんの卒コンの、あ、コメコ、コメコありがとう、そうペンライトめっちゃ貸した、うん、夢の、夢の配布されてんのかと思って、あの袋に入れたからさ、あもちろん入れたんだ、うん、本当に嬉しかった、みんな来てくれて、みんなも見てくださって、来てくれたからだよ、え、ちなみにうちらの時泣きました？確かに、いや、うるっときた、でも垂れてはないんでしょ、さか垂れた、私はボロだよ、ボロボロみたいな、うん、あ、今君はあかんってだって、ね、マジでイントロでね、はぁって言ったよね、馴染みしかないから、ね、大好きだから絶対言いたかった、今君はもう怖かった、もうイントロででもみんなリハの方が泣いてくれたの、でもあるあるじゃない ね、本番顔崩れるのやだしね、でもなんかリハって一番泣くよ、一番時間美少女4人連番だいぶ目立ってた、だって4人か、てんてんてん、待って食べていいよ、ごめん食べていいよ、ごめん、かわいい、そわそわしてる、え、ロビーも可愛さにざわついてた、だってどこにいていいか感じて、そんなドロドロしてたの、え、端で固まってるね、待っててくださいって言われて、ロビーで待ってて、どうしていこうかな、でもどこにいても邪魔だからそんなことない、でも壁写で写真撮ったよ、ありがとう、可愛かったからね、ありがとう、え、見せていい、これ、あ、うん、機内モードとかにして、今ね、いいよ、無理しないで、反射大丈夫、うん、大丈夫、こういうの、うん、機械でやってるぐらい、ダメしてくれ、うん、ありがとう、見て、あかりが撮ってくれた、さやかとあかり撮って、嬉しい、かわいい、ありがとう、ちょっとじゃあスクショタイムしとこう、スクショタイム
人工的なところで作られて、花もっときよ。確かに。これね、でもね、あのね、これはね、ファンの方からいただいたものだから。そう、ちょっと。そうなの、ありがとう。めっちゃ撮られてる。フェスクしないもん。お腹空いたね。あ、かわいい。ビデオ撮って、うん、待って、ちょっとタワー投げてくださった方今度教えてください。スクショしとくね。ありがとうございます。あと2分、待って、じゃあランキング先に読ませてください。ありがとう。あと2分。ゆめの卒業祝い。いきます。13位セッテンガーさん、ありがとう。12位チューバーさん、ありがとう。11位ピョンさん、ありがとう。10位アキタンさん、ありがとう。9位レオソルさん、ありがとう。8位マユさん、ありがとう。7位クニさん、ありがとう。6位エムデンさん、ありがとう。5位スナマジュリさん、ありがとう。4位タムヒロさん、ありがとう。3位テッチーさん、ありがとう。2位マミマミさん、ありがとう。そして1位東郷さん、ありがとう。ありがとうございます。たくさんくださって、またちょっと改めて読ませてください。ありがとうございます。ちょっと最後、最後スクショだけしといてくださいね。どんなテンション、イエーイ、ありがとうございました。また配信します、すぐに。バイバイ。あ、まだあと20秒あった。あと20秒あった。レイなんて映っていいのか、それ。いいよ。一番映っていい。忘れてた。映っていい人だ。レイの大好きだよ。ね、ありがとうね。手紙さん書けなくてさ。あとで個人的にもらうね。うん、なんでこの子仕切ってるんだろうって思ってた。終わるわ、終わるわ、終わるわ。バイバイ。え、ビュータン、お疲れ様。わかんない、わかんないけど、かん。もう、うん、終わる。呼ばれちゃった。やめなさい。終わったかな？あれ？どこ？